限界が来ました。最近薄々気づいてた人もいると思うんですけど、ずっとゾンビで突っ込む前線武器動画で使ってたんですよ。何連続もずっと突っ込んでた。それにより僕は守りたい時期、守りたい体になってしまいました。やっぱずっと前線武器使ってると後衛武器使いたくなるみたいな。そして究極の後衛武器、守りの武器を見つけてしまった。もうラピッドブラスター、ラピって言ったら最近エリートの方とかゼッパの方が多く使われてるイメージあるんですけど、このトラップトルネード、あんまり使われてないけど冷静に考えて強くない、守りに適してる。しかもルールヤグラだから、ヤグラトルネードで飛びまくって、そしてトラップでも守りまくるという究極の防衛性能、防衛単位になります。やばい防衛。そして吸引機はジエンド、これマジで強い。吸引機トルネードでぶち抜ける。ナイスでしょ、今のエグすぎでしょ。ウルチョの爆風とラピの爆風のコンボ攻撃、ワンチャンこのままノックアウトいけそう。トルネも溜まるから、トルネードって守りにも使えるけど攻めにも結構使えるから。ごめん、今直撃当てれれば。ナイスくれ、あと一人倒したらでかい。ナイス、強っ。これまだ攻めれるぞ。ノックアウト狙いつつできるだけちゃんと稼ごう。乗り山勝ってほしい。このチームだったらラピで乗るのが一番強いから。あぶね、ギリギリ。トラップしっかり置いて、トラップ今回サブ性能つけてるからセンサーの時間と爆風がちょっと大きくなってる。トラップのサブ性能結構強いんだよな。あれしかまだ攻めれるかな。一旦キスか。ナイス生存。これ味方が前で粘ってくれてるから、そのうちに基地を固めとこう。ここにトラップ置いて、上にもトラップ置けば相手入れないからダブルバリア。もう相手は入れません。鉄壁要塞完成。任せて、カバーは。ナイスナイス。こういう時にさ、ナイス押してくれる人好きです。カバーしてあげたくなっちゃう、そんなナイス言われたら。オッケー、カバーしていく。カバーして、なんなら倒しちゃう。これはナイス止まらないでしょ、味方止まってるわ。まあでもキルするたびにナイス押してたら集中できないみたいなあるからね。多分味方ナイスと思ってくれてるんだけど、今ノックアウト集中したいから押せなくてごめんねって多分思ってくれてる。そういうボタン欲しいわ。今忙しいからナイス押せないごめんねボタン。待って、この武器カバーの鬼でしょ。トラップがいい味出してる。トラップって攻めでは全く活躍できないけど、守りではマジで優秀なサブだよな。うん、やれるっしょ。相手トルネード置いてるから後ろ逃げれないから、ここいると思うんだよな。オカフィ抱いた。いや、これやれそうでやれないやつ。これラピッドブラスターエリートだったら多分届くんだよな。ただ僕はエリートではないんで普通のラピなんですよ。まあでもトルネとトラップがある。攻めとるね。よし、吸引機吐かせて逃げる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 。やばい、センサーめっちゃついてる。なんだこれ、え、スーパーセンサー4人的な位置見えるんだけど。いや、トラップの安心感やべえ。で、これトルネード貯めれば、ヤグラ絶対止めれるから、一旦帰りの事前ヌルヌルモード。
これ多分ね、相手も分かってるんだよ、トルネードで負けるってことは。だから、ちょっとめっちゃ警戒した方がいい。相手狙ってくるから。オッケーオッケー。相手が上手いからこそ詰めてくるみたいな。最強。最強すぎる。ヤグラのラピッドブラスター。マジで革命起きてるぞ、これ。味方も強かったし。ラピッドブラスターってずっと一定の強さあるよね。スプラ1、スプラ2、スプラ3。まあでも一番強かったの何かって言われたら、スプラトゥーン2の初期のラピッドブラスター必戦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 環境。ラピーを後衛武器にして、残り3人を必戦で固めるっていう、あれガチで強かった。スプラ2初期後衛武器だと、ラピーが一番強かったんだよな。スピナー系と人速が確か乗らなくて、あんまり、スプラ2の初期。で、チャージャーも、インクアーマーっていうスペシャルが強くて、一角出なかったんだよね。アーマーに対して一発耐えられちゃうから。まあ、そういうのが理由で、ラピが無双してたっていう。まあ、でも全然3も、強い武器ではある。普通に。俺帰っちゃったけど、帰らなくてよかったな。なんか防衛っていう思考で今日やってるから、めっちゃなんか、逃げちゃった、ビビって。今日はね、攻めることはあんまり考えてない。完全に守りの、立ち回り。ゴンズイのラピー、今んとこ勝率 100% だし、一生ゴンズイ来てほしい。このステージ、明らかに長射程が強いもんだ。短射程が突っ込んできたら近距離苦手っちゃ苦手だけど、トラップでカバーできるしね、近距離は。ちょっと感情消すわ。やっぱラピッドブラスターって感情がない方が強いと思うんですよ。冷静に。AI がラピ使ったらめっちゃ強いと思う。冷静に、どんなことがあっても冷静に爆風で対処する。撃破。なんか、テンション上がると前でやられちゃったりもするから、もうね、無になります。自我を出さない。AI スプラ。マジであと一発なんだけど。めっちゃ爆が当たってる。これ後ろ来てる。この守りの戦法、自陣荒らされたら、唯一負け筋だから、自陣来た敵は絶対倒したいね。自陣来させなければ一生ここで守れるから。オープンザドア!未来予知。敵、来るんじゃないと思ってトラップ2つ仕掛けといたんだけど。マジよかった。僕ね、未来予知できるんですよ、実は。みんなに言ってなかったけど。ちょっと一つ試しでみんなのこと占ってみてもいい?当たっても怖がんないでほしいんだけど。多分ね、みんな明日、朝に起きるよ。これ当たると思うわ、正直。僕未来読めるんで。ちょっちやべえな。ただ、トルニード溜まるから、やばいやばいやばい。危ねえ。トルネード強いがゆえに相手も分かってるから、結構潰しに来るから、それだけマジで、強いだよな。OK、トルネード使ってしっかり左をどけていくがトラップがあるんで、これ、やー!ちょうど下に落ちてくるみたいな、トラップオープン ?OK、OK、OK。トラップの、この守りの安定感。トラップ、これマジでいいわ。で、トルネードも溜まる。トラップトラップトラップ。ただカウントが39と59で、接戦だから、油断できない。危ねえ。結構入ってくるな、相手のドライブ。ナイス。トラップの回、トラップじゃない。トルネの回転率が意外といいっていう。塗り弱いっちゃ弱いけど、トラップとか、で塗れたりしてんのかな。なんか、気づいたらたまるね、トルネード。さっきの試合も確か9回とか、かけてたし。で、これ上から来たら怖いから、また二重のトラップね。オッケーオッケー、最強すぎるこれ。これでいい!気づいちまった。やべえ。やばい、乱数が、危ねえ。こういう時さ、たまに丸見さんを乱数やばくてやられるみたいなあるっちゃあるから。トラップでやれるっしょ。やれてない、やれてない、マジか。
トラップと直撃でやれると思ったんだけど。一旦時間稼ぎで。なんで限界までゆっくり入れる。ゆっくり3個で。これ相当時間稼げるから。ガチで強い。KO がやばい。ナイスキル。あと、P6 だけだ。OK、みんなで倒して。乗らせない。ナイス、最後の防衛。みんなうまかった。ちょっと猛勉強してきました。テスト勉強。エリートになりました。ラピッドブラスターが勉強した姿が、ラピッドブラスターエリートだからね、知らんけど。まあ、せっかくなら、エリートも使おうかなと思って。エリートなんで、はい。任せてほしい。こうしたらね、勝ちますよ。なんでかっていうと、エリートだから。エリート中のエリートです。長っ。待って、ラピッドブラスター、普通の使ってから使ったら、長すぎないか、これ。まあ、連射はちょっと遅いけど、ちょっとさすがに長すぎてびっくりする。待って、こんな、長かったのか。ラピって、待って、これで帝王以下やられんのはやばい。あぶね、めっちゃいい感じだったおいさ。ちょっと足場なくて帝王でやられるみたいな。嫌だった。これ、ガチオコ吸引機やばい。32でけー。もうちょっと冷たいね、気合で。さあ、じゃあそこか。手前じゃなくて。ぬる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 。ナイス連携。持ってくれんの助かる。オッケーオッケー。チャージャーとエリートの、守りのコンビやばい。鉄壁すぎる。ナイス、17まで。止めてくれてる。ナイスナイス。チャージャーと連携完璧なんだけど、一緒に守ってる感、やばい。落ちるか。まあでもまだ吸引機あるから、攻めれそう。ちょっとこの場所を抑えて、ここ持ってきてもらおう。一旦中央から。好きなこと見るか。横から見るのも強いけど、上から見るのも強そう。削ってはいる。これ行っちゃうか。味方近くにいるし。守ります。ナイス。あ、ごめん、ちょうどぶつかっちゃった。これ一旦攻めるのきついか。まあ、17まで、攻めれたから。で、こっち守りはめっちゃ、強い編成してるから、ナイス。止めたけど、ナイスいいよね。カウント、頑張って進めたのナイスでしょ、絶対。こっち守りの安定感やばいからな。でも、このステージ油断したら、リスキルみたいな、リスポーンまで抑えられたら結構きついから、ボトルとかに。大丈夫、帝王以下には、やられない。エリートなんで、KO でやられるのはね、エリートじゃないから。待て待て、壁。壁に、全部弾を当てる男。これはエリートじゃねえな。今、物をエリートかエリートじゃないかで判断してる。まあ、ごめん、間に合わなかった。これだ、吸えるけど、でもね、当たり判定はあるみたいな。ダメージは受けるよな、これ。溶けるわ、やっぱ体。だって、意味深やられた。いそう、いそう、そこに。いたか、やっぱ。まあでも、相手、矛は、反問もいけてないから。これやられない、エリート、ちょっとまずいか。まあでも大丈夫、関門いかれてないから。手前だけめっちゃ荒らされるとかしなければ。なんなら、ポイズンもしっかり使っていこう。ここのポイズン結構強いからね。おい、そう。そっちか。おい、いいね、長い。ボトルガイザーちょっと対策できるのいいよな、ラピエリ。
通のラピだと射程ボトルに負けちゃうんだけど、エリートだったらボトルに射程勝ってるから。カバハの魔術師気持ちよ。ガチオコに直撃当てるの気持ちは普通に音がいい。まあ、それ馬ロール。大丈夫、味方やられてるときは生存する。冷静に馬、いや大丈夫だはず。カウント結構あるし止めれるか。うわ惜しい。大丈夫、絶対守る。でこれ手前から倒そう。この時ね、一番ある負け筋が急いで矛止めようとして手前の敵にやられることだから、手前の敵ゆっくり倒してから矛見れば勝てる。ナイス。こうしたらみんな強かったな。ボールドの人がとにかく持ちまくって、俺とチャージャーの人と H3 の人で守りまくるっていう。守りがこっち強かったから相手の攻めにあんまりなんなかったのが強かったという感じで、ラピッドブラスター2種類使ってったわけなんですけど、やっぱラピって目立ってはないけど普通に強武器だねと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。